24 hours online festival by Jaws Eugene, Jaws Sonic, and Midnight Jaws 2020. Rave up! はい。すいません。ちょっとスライドシェアでうまく、表示ができないので、このままでいきたいなと思います。エクステック上手の吉江です。今日はですね、エクステックな AWS ユーザー企業を勝手に紹介ということで、まあ、このようなタイトルでちょっとお話しさせていただきたいなと思います。で、エクステックって何ぞやっていう方は、まあ、いっぱいおられるかなとは思いますので、ちょっとそこのお話をしたいなと思います。でも、自己紹介ちょっとこれ割愛しますね。で、エクステックって何ですかと、いうところなんですけど、まあ、エクステック上手そもそも参加されたことある方はですね、まあ、ちょっとお聞きになったことあるかなと思うんですけども、僕いつもその、まあ、勉強会開催の時ですね、立ち上げの経緯というところをまあお話しさせていただいてますけれど、まあ、当時、まあ、もやってたというところで、まあ、フィンテック系の勉強会とかいろいろ行ってたところであるんですけど、まあ、本当に他の業界ってどうなのというところをいろいろ気にしたところがありました。で、実際にそこで考えた、ところですね。まあ、業界固定しない、まあ、そのフィン、まあ、フィン上手はフィン上手であるんですけども、フィンテックだけにこう、絞るとかいうふうなんじゃなくて、他の業界のところで、AWS をどういうふうに面白く使っているところ、まあ、そういったのがないかなっていうのを、まあ、いろいろやりたいなと思ってまして、で、エクステック上手っていうところを、まあ、ちょうど立ち上げましたというのが、もう3年ぐらいですかね。で、エクステックっていうのは、実は、まあ、NTT データの経営研究所のサイトの方でですね、エクステックっていうのをまあ定義されていたりします。洗練された IT をコアとして、その業界では新参者である企業が、今までにない価値や仕組みを提供する動向というふうな感じでですね。で、あと、それからエクステックをイノベーションとして捉えるなら、その中身は基本に、たがわず高機能化、高品質化を実現する継続的イノベーションと、業界の構造を一新する破壊的イノベーションの両方をもたらすものと想定する。まあ、みたいなことを書かれていました。で、日経さんの、まあ、記事、まあ、日経 IT プロっていう名前がですね、まあ、最近じゃないですね、もう、これも2年前ぐらいになるかなと思うんですけども、まあ、クロステックというふうなネーミングに変わりましてですね。で、まあ、よく混同されるんですけれども、まあ、一応、クロステックとエクステックというのは、ちょっと、まあ、定義としても違うものですよというところを一応、図示したものが、一応、こちらになります。で、まあ、我々がやってるエクステック上手に関しては、まあ、AWS をコアテクノロジーとしてですね、他の業界と、まあ、どう、つながっていくかっていうところで、まあ、左のような構図になります。で、エクステック界隈っていうところって、例えばまあ、他の業界って、例えばどんな業界があるのとか、まあ、それらのに関するスタートアップってどういうところがありますかというところを表示したものとしてですね、ちょっといくつか取り上げますけど、cbinsights.com っていうウェブサイト、まあ、実際にアクセスいただくとですね、いろんな業種と、それに、まあ、関連する、スタートアップだったりとか、まあ、エンタープライズの企業もあるんですけども、実際にそういった企業というのが取り上げられています。まあ、フィンテックは、まあ、有名な、エクステックの一つですけれども、まあ、他にもですね、保険に関するインシュアランスのインシュテックだったりとか、営業とかセールスとか、マーケティングに関するセールステックですとか、リテックはですね、リアルエステートって、これ不動産なんですよね。で、リテックとかですね、あとはその美、まあ、女性向けのその化粧品とかですね、そういったのに関係するビューティーテックって言われるものとか、法律に関するところでのリーガルテック。で、それから、ラグジュアリー、まあ、e コマースとか、そういったものも含めてですね、トラベルも含めて、ラグジュアリーテックとか。で、まあ、ちょっとエッジ系でいう、こう、バイステックって言われるようなものもあったりします。ナイトライフとかですね、セックステックとかって書いてたりとかします。で、まあ、そういったいろんな業種を総称しての、そのエクステックっていうのが、まあ、本当にいろんなところ、まあ、いろんな業種、業界に、こう、多種多様に、こう、渡っていますというところが、まあ、ぜひちょっと覚えていただければなと思います。ということで、まあ、そのエクステック上手っていうのは、まあ、そういうエクステックを、まあ、取り上げれる。で、かつ、まあ、勉強会としてもですね、その、まあ、AWS もちろん使っているし、で、その、勉強会の中でですね、その異業種交流みたいなものが、まあ、できればいいなというところを思って、まあ、エクステック上っていうのを立ち上げました。で、もともとこれ3ヶ月に1回の、開催で、行っていたんですけれども、
まあ、ちょっとコロナ禍の中でですね、実際に最後に開催したのが今年の2月で、5月、8月はちょっと開催を、飛ばしてました。飛ばしてたというか延期してた感じですね。で、ちょっと下にもこれ書いているんですけど、その、先ほど言った通り、そのエクステックの企業の人たちって、まあ、こう、スタートアップの方とかやっぱり多く、で、ビジネスとテクノロジーの話をしてもらうっていうところがあるので、まあ、例えば、ね、ただのオンライン勉強、ただのって言ったらあれですけど、オンライン勉強会の中で、その自分たちのビジネスどう考えているのかっていうのと、そこのテクノロジーの部分っていうのを単にこうお話ししてもらうだけで、なんか、それって、その企業にとってこう、やっぱメリットあるんだろうかどうかっていうところが、まあ、やはり少し気になったところでありました。なので、まあ、ちょっと開催っていうところを、少し見送っていたりしてたっていうところですね。一応今回、その、まあ、ソニック、もう一つあるんですけども、まあこういうのを通じて、実際に、いや、それでもうちぜひ、勉強会で喋りたいよっていうふうな企業がいるのであればですね、ぜひちょっと勉強会また開催して、いけたらなと思います。はい。で、まあもちろん Xtech 上手なので、登壇依頼先っていうのは、まあ基本的に AWS を使っているのは、まあもちろん当たり前ですし、まあ、なんでそこの業界、AWS 使ってちゃったのとかですね。まあ非常に、まあそういうところも含め、こう面白そうな企業っていうのにはやっぱりオファーしたいというふうに思っています。で、いつもですね、じゃあどうやってその AWS を使っているスタートアップの企業を見つけてるのかっていうところなんですけど、なんか面白そうな企業がいたらですね、とりあえず僕、ドメインを見ます。で、そのドメインの DNS レコードをですね、実際にディグってみてですね、調べるというふうなことを、まあよくやってます。まあ、フリーさんなんか実は、まあ、非常に皆さんもご存知かなと思うんですけど、AWS を使っておられるというところでですね、実際にこの DNS を引きに行った時にですね、IP アドレス、A レコードの IP アドレスがですね、まあ、52点台とかでこう返ってくるので、まあ、第一オクテクトが52とか、まあ、他にも13、15、150、54とかですね、まあ、よく出てくるんですけど、こういう IP レンジを見ると、ああ、AWS 使ってるわ。っていうふうに、まあ、なんとなくもう自分の中でこう、もう確信持てるんですね。で、まあ、NS とか見ると、あ、ルート53使ってるわ、みたいなところが、まあ、分かったりします。というところで、よし、じゃあ、突撃しよう、みたいな、そんな感じでした。まあ、ディグって調べるっていうのももちろんありますし、じゃあ、その後どう突撃するかっていうところで、まあ、どっかのカンファレンスで、お会いしたら、オファーとか、まあ、ちょっと最近はね、なかなかこう、カンファレンス行くことも厳しいところであるんですけども、まあ、あとは、実際にインフォみたいな窓口のところに、まあ、メールだったりとかですね、実際に過去伝達してですね、3回伝達して断られたところとかもあるんですけども、某化粧品会社さんなんですが、それからですね、まあ、あとは Facebook のその共通知人経由でオファーさせてもらうとか、事例紹介読み込んでオファーするとかですね、あと、オンテッドにこう掲載されている企業とかを、まあ、そこも調べてオファーするとか、まあ、AWSさんのご協力でオファーさせてもらうとか、まあ、そんなことも実はやってたりします。で、開催にあたってというところで、まあ、先ほどちょっと、少し言いましたけれども、まあ、実際にそのテクノロジーと、それからビジネスのその両方の部分を、まあ、お話ししていただきたいというところがあってのエクステック上です。なので、まあ、他のちょっと上手 UG と少し違うかなっていうところは、その登壇いただく会社さんが、なんでそのビジネスやろうとしたの？なんでそのビジネスやるにあたって AWS を使ったっていうふうなところを、まあ、聞けるっていうのが、他の上手 UG とちょっと違うところかなというふうに考えています。でですね、まあ、結構そういうふうな観点をですね、アスキーの大谷イビサさんはですね、非常に面白いと言ってくれまして、アスキーさんの、まあ、上手 UG 専用ページがあるんですけど、そこの中でですね、エクステック上手の、専門ページっていうのを、まあ、実際に解説していただいたりとかしてますしですね、まあ、非常に嬉しい限りです。まあ、なので、いつもその、エクステックの開催をするとですね、大谷さんに、大谷イビサさんにいつも記事を書いていただいたりとかしてて、非常に今感謝しています。ということでですね、タイトル通りでは、あったそのエクステックな AWS ユーザー企業というのはちょっと勝手に紹介するので、まあ、できればですね、我々としても、我々としてもというか、この資料をまあ一人で作ったので、僕としてはですね、ぜひ今後登壇していただきたいなというふうに考えている企業さんをちょっと、10社程度かな、紹介させてもらおうかなと思います。
で、まずですね、ユニファ株式会社っていう、会社がいましてですね、ここのな、会社さんが行われているサービス名でルクミーっていうサービスがあります。まあ、ちょっとスマート保育園をルクミーと一緒にっていうので、まあ、その保育園の、人たちの、パートナーサービスとして、やっているサービスになります。で、例えば、赤ちゃん、その、保育園に通う児童とかのその睡眠管理であったりとか、写真管理とか、検温記録みたいなことを実際にやってたりするような、そういうサービスになります。で、これ実はですね、昨年じゃなくて、その前か、違うな、昨年のサーバレスデイズかな。で、実はブース出しててですね、で、その時にも一度ちょっとお話はさせてもらってたんですよね。で、登壇してもらいたいなっていうのは思っていたところで、実はストックもしてるんですけれども、まあ、ちょっとなかなか今回のこのタイミングっていうところで、お話できなかったっていう感じですね。はい。で、まあ、実際にその、ルクミ誤水チェックとかっていうのが、まあ、福岡ルビー大賞とかですね、AWS 賞っていうのを受賞してたりするので、まあ、非常に面白いサービスかなと思ってます。でそれからですね、在庫株式会社のマーテックっていう内容になるんですけど、まあ、在庫 .io というところに行ってもらうとですね、まあ、イベントページ、いろんなこうイベントを今こう表示しているページにあります。まあ、非常にコロナ禍の中でこうイベントとかの開催もしにくいし、そのまあ、してなんか、ね、どこかのライブハウスとかで、参加してもらうっていうのも厳しいところにあると思うので、まあ、そういう中での、そのチケット販売とかサブスクとかこう配信基盤っていうのをうまくやっている、会社さんになります。まあ、非常にここも面白いなと思ってますので、ぜひ見ていただければなと思います。マンガテックっていう、まあ、言い方が正しいかどうかはちょっとあれなんですが、ガンマっていう会社さんのガンマ JP、ガンマっていうサービスですね。まあ、オリジナル新作漫画の配信サービスっていうのを、まあ、毎日やっていたりとかですね。で、最近、その本に関するそのデータ所有型電子書籍っていうのをブロックチェーン使ってこうなんか実現しようとしてるっていうところがあってですね、非常に面白いんですよ。まあ、例えば、AWS さん、まあ、じゃあAmazonで、じゃあ、本買うってなった時に、まあ、電子書籍も買って、例えば紙の本も買ってっていう人いると思うんですけど、内容としては全く一緒のはずなので、そこが、こう、要はブロックチェーンで管理されてるっていう、そんな感じですね。非常に面白いサービスだなと思いました。で、それから HR テック。まあ、ヒューマンリソースの HR ですね。っていうところで、株式会社スタメンさんがやってる、つなぐっていうサービスですね。コミュニケーションデータとか、その行動ログっていうのを、まあ、実際にこう取ってて、その社員がこういかにこう働きやすくなるかっていう、そういうふうなところをやってたりします。ここの中で使われてその ETL 基盤の解説記事とかをこう読んでいたんですけども、まあ、非常に面白いところであったなと思ったので、ぜひこうちょっとオファーしてみたいなというところでした。それからですね、これちょっと海外になるんですけども、西アフリカの方にあるですね、金融のサービスでして、まあ、フィンテックなんですけど、アイラクレジットっていう会社さんですね。で、ここでやってるそのアイラアップっていうものがですね、まあ、実際にその生態データとか、雇用主のデータっていうのを利用して、その新興市場でこう証明できる収入を持つ個人にのみこう即時融資を提供するっていう、日本ではなかなかこう発想しづらいところかなと思うんですけども、まあ、そういうサービスをやっているですね、西アフリカの会社がいるので、まあ、英語で喋ってもらうのとか、まあ、そこら辺はあるんですけども、実際その身元確認っていうところで、本人のその顔写真とかっていうのを、まあ、レコグニション使って、解析分析するっていうふうなことをやってるっていうあたりは、まあ、やっぱり日本の発想ではないよなっていうふうに思ったりしました。それからですね、E プラス。まあ、これは皆さんもライブ行くとかがあればですね、使われるシステムかなと思うんですけども、ここのシステムが、まあ、ちょっと AWS にもなりましたというところで、かつ、その当選、チケットが当選した場合の、その自動音声応答っていう部分、IVR ですね、これを Amazon Connect を使っているっていう話と、テキスト読み上げの部分でポリー使っているっていうふうなところ、まあ、そのサービスイン3ヶ月でやったっていうところがあるので、まあ、ぜひちょっと聞いてみたいなっていうところを思ってました。はい、でそれからホググテクノロジーズっていうですね、ヘルステックになるんですけども、これ東京大阪エリアで今テストリリースされてるっていう、この間ちょっと僕も大阪にこのアプリが出てきたんですけども、セラピストマッチングの出張リラクゼーションアプリっていうところで AWS を使ってるっていう、ちょっとどういう使い方してるのかすごい気になるところですね。
はい、でそれからフェムテック、女性が今聞いてくれてるかどうか分からないですけども、ルナルナっていうアプリがあるかなと思います。生理とかの、周期とか、妊活、そこを管理しているツールですね、そこのデータ分析なんかも AWS を使っているというところを、聞いているので、ぜひちょっとお話しいただきたいなと思っております。それからメディカルのところでミシンという会社さんがいるんですけど、ここで扱っているクーロンっていうサービスなんかもオンライン診療を使っている、オンライン診療をするために AWS を使っているというところで非常に面白そうだなと思いました。最後、ナナテックって書いたんですけれども、キングレコードか分かんないですけど、水木奈々のサイトですね、AWS 使われているっていうのは、これは、最近皆さん知ったかなと思うんですけど、まあ、7月6日に入籍されて、ウェブサイトが落ちなかったとかというふうなところですね、ぜひどういう運用しているのかっていうのも、まあ、気になるなっていうところで、取り上げさせていただきました。水木奈々さん、お待ちしております。ということで、エクステックのセッションは以上です。バイバイ。